なるお。はい、なるおです。ですね、今日は登米市東和にある御嶽洞来ました。はい。まあまあ地元ではまあ有名なね、バーベキュースポットではあるんですけども、まあ、ここね土日だとすごいもう。バスの取り合いで人ごった返してるんですけど、今日平日なんでね、まあ、ご覧の通りもほぼ貸し切り状態です。はい、このね、これ見てください。もう目の前小川で水遊びもできるんでね、本当にね、安全に子供たちもね遊ばせることもできることで非常に人気のスポットです。ということで今日はね、ここでバーベキューやりたいと思います。おお、出してていいよ。はい、ということでね、今こうやってね焼いてます。うちの嫁さんは牛派じゃなくて豚派なのでね、我が家はバーベキュー、豚肉で焼くことが多いです。ちなみに私は牛肉派ですよ。ということでね、簡単なんですよ。炭じゃなくてガスコンロでやってるから、来て速攻、うん、早いでしょ。肉焼けるよ、もう少しで、ほら、うん、これが我が家のバーベキューですよ。醤油とどっちがいいタレ？醤油、タレ。子供たちはもうこっちでね、もうね、こういいよね、天気もいいし最高でしょ。うん、いつも言ってるね、七つ森の頃よりいいでしょ。100倍いいです、ね、全然いいでしょ。人もいないから最高だよね。人いないの貸し切りだね。貸し切り状態だからいいんだよ。まあ平日狙い目ですだからということでね、はい、早速バーベキューやって食べていきましょう。なるよ。おい、豚バラだから危ないね、これはね。火がボーボーと、おいしいのちゃん、母ちゃんも食べてましたか。はい、もうパパはもうひたすら今焼きに徹してますね。まだパパは食べてません。塩コショウでもやってもいいです。どっちでもいい、とりあえず食べてみなさいしょ。ほんと俺らのバーベキューって早いよね。まだこて到着して5分経ってないよね。だってね、もう5分未満でもうすでにもうこの状態で食べてますからね。これさ、普通のバーベキューだったらさ、あれでしょ、だってこっからしてわざわざ火を起こしてでしょ。ああ、使い方分からなかった。おにぎりも食べてね。あんた的にはそっちの方がいいかなと思って、普通のキッコーマンのちっちゃいのも売ってたんだけどさ。おいしい、たっちゃん、のちゃん。おい、よかったですね。あと食べたらね、その小川で遊びましょうね。最後ほら、お店もあるよ。みんなでさ、うん、いいね、みんな遊ぼう。おお、それもっと食べて、これ。はい、ということでね、ママさんにカメラ任せて、俺も食べます。うん、おいしいね、たっちゃん、のちゃんね。うん、で、今ウインナー焼いてますね。はい、たっちゃん、のちゃん大好きなのね、ウインナー。あ、ちょっと涼しくなった。うん、まだ日陰、日差しでした。でも風全くないわけじゃないからさ、うん、まだいいよね。ね、うん、ちょっとあいつ暑いなと思えば水辺にも入れるんですよ。どれ、私もビールでも飲もうかしら。飲む？じゃあぜひ飲んでください、じゃあ。はい、はい、ということでね、今度は何をしていこうか。ポンポンポンってやめようよ。すごいね、いっぱい投げてましたね、たっちゃんのちゃんね。もううずってるわ、画角広いから。一応セクシーだっちゃ。はい、ということでね、結構ね、これ水きれいなんですよね。でずっと続いてて、こっち移すなって言われて、上から移すから。いや、GoPro 画角広いからお前をかわすのも大変だわ、これ。はい、こういう形で、はい、ずっとこうなってますね。ね、あっち水場もあってね、うん、自販機とかトイレもあるんで非常にいいですよ、これ。はい、おすすめの場所です。
ちゃんは、たーちゃんか、うん、何をやったんだ、たーちゃんは。見ましたよ、ちゃんとカメラで撮ってましたから。ということでね、はい、みんなはね、あの水切りやってましたけど、私はここで、はいはい、おい、何ですか、おっきい、おいしい、おお、ちゃんとカメラで押さえたから、まあまあ大丈夫だ。はい、今ね、ここ私はここで一人でもうお肉焼いてますけどね、はい、え、石が石へ。なに、いいべ、至福の時だぞ、お前。つか俺のところに煙が来てんだけど。はい、ということでね、私はバーベキューを楽しんでます。まあ残りのうちの女性陣は、まあ、水辺で遊んでますけど、まあまあそこ蹴り入れたら五尺になるな。うるせっこでやめろよ、この。やだよ、一回ゆっくり食わせてよ。空母だばりやってねてさ、何のためのバーベキューなのよ、あなた。何のためのバーベキュー、食を満たすためのバーベキューだよ。ここにさ、いつもさ、目的に着きました、黙々黙々で休まず食べてるね。遊ぶってこと知らないよね、こう休憩しながら。それがバーベキューなんじゃないの。知らないにさ、黙々黙々最後まで作ってさ。ねえ、ね、食ってねえで遊べと、少しは。当たり前だから、何やってんの。何やってんの、言うよ、バーベキュー最後までさ、お前大半の肉は穴だからね。まあそう、まあそう言うなや。いいんだけど、ただ入ればいいんだべ、入れば。うるせえ子だな、本当に。当たり前だから。何だ、当たり前だって。はいはいはい、おごられた。ではあんまりうるさいんでね、ちょっと今から。当たり前だ、はい、おおやばくねこれ。透明の水、全然不健康だよ、これ。あ、何から始まった。足冷たい。でしょ。あ、怖い。怖い、痛い痛い。なんでそこに立ってんの。ちゃんとお水に入って。やだ、冷てえよ。だらしないなぁ、私なんかさっきから入ってんだけど、母ちゃん見えない。深いね、そこね。危ない、ハプニング。あ、ママごめんなさい、足もげる、足冷たいもん。無理だ、無理無理。足冷たい、やばいやばい、マジ冷てんだけど、これ。早く来て、身動きが、やべ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 、足冷たい。だらしないな。足やばい、足やばいって、足やばいって、足やばい、足冷たい。足やばいでしょこれ。そんなだけ、え、余裕でしょ、余裕だ。ほら、だからサンダル履けばいいさ。だらしない光景を映してやっから。何がだらしない。うわ、 GoPro 水中カメラなんてどうなの、水の中で。やめな、一応のために。いやー、のぼかでいいですね。我々しかいないですよ、もう。足冷たいね、カトムさんね。これ濡れても光るの、これ。足取ってる、すごいね。うん、サンダルか、のーちゃんの、うん、はい。
見て、ここ伸びてるの。何入って、ここが伸びてる、少し伸びてる。本当だ、やん、エッチって。うるさい。何このラーメン、一昨日飛ばしなかった、この。はい、ということでね、今日三滝堂来ました。まあバーベキューもほどほど楽しんでね、まあ、天気がね、曇ったり晴れたりとかって極端になったらちょっとね、天気が変わったりで、まあ、でも雨降んなかっただけ良かったのかなと思ってます。まあ、ということでね、今日はね、平日ちょっとガラ空きを狙ってね、ちょっとまあ人気スポット、まあ三滝堂ふれあいの、ふれあい公園、はい、来てみました。まあ、夏休みね、結構ここ本当に激戦区で場所取り激しいんで、朝早く来ないとちょっと何なんか、はい、嫁さん言ってましたけど、まあ本当にね、人気のスポットなんでね、まあ、夏休み期間は本当に早めに来ることをお勧めします。ということで、今からあと1時間くらいかけて帰ります。チャンネル登録よろしくお願いします。